ターが接近しています。大丈夫？破損箇所にはいつ着きそう？今向かってる。何があったと思う？実際に確かめるまでは何とも。微小隕石が穴を開けた可能性はある。時々あるんだよ。そうなの。よかった。それだけだといいんだけど。他に何かあるのか？そんなわけないでしょう。ただ貯蔵室には機密扱いの地球外素材があって、そこに行けなくなるとちょっと面倒なの。なるほど。銃がいるのか。弾薬はどうだ。武器庫に科学者っぽいやつが入ってった。見たんだ。コードを打ち込んでたよ。俺をここから出してくれればそいつを教えてやる。
俺はアーロン、アーロン・イングラムだ。おい、何読んでんだよ。俺の逮捕記録か。いいか、お袋の墓に誓ってそいつは全部嘘だ。あんたにそのボタンを押させために作られたデタラメだ。まあ待て、聞け。正直に言えば、そこに書いてあることの一部は本当だ。過去には道を外れたこともあったさ。でもそれとこれとは別だろう。ここから出してくれよ。あの子供たちには何もしちゃいない。助けようとしただけだ。真犯人は俺が奴らの金をコツコツ削ってたのが気に入らなかった。奴らは政府の犬だった。俺を強制労働収容所送りにしやがった。そしてこのざまさ。あんたら、自分のクソまみれだな。あ？そうでなくちゃ、良識のある立派な人間も違うね。診断、調査員もの IFF、正常。まだチャンスはある。正常、アクチュエーター、正常、傾き調整器。まだチャンスはある。
俺に親切にしてくれたのはあんたが初めてだ。このことは絶対に忘れない。暴動鎮圧の最終防衛手段だ。脆弱ではあるが成形は容易だ。最大の利点は組み込まれたサイコスコープ技術によりエイリアンと人を区別できることだ。君は問題ないだろう。エイリアンでなければな。いいか、緑のジャンプスーツを着てる人間には注意しろよ。俺みたいにいい人間ばかりじゃない。他のボランティアがここを通るのを見た。でかいやつだ。俺を出してはくれなかったが、今となっては感謝してるよ。そいつは工具で誰かの頭を殴りつけてた。ぐちゃぐちゃになるまでずっとだ。最悪だった。あんな化け物初めて見た。どこで捕まえてきたんだ。深海か。ここにいるといろんなものが恋しくなってくる。鬱陶しく思ってたものでさえな。昔飼ってたプードルとか死ぬほどブサイクでな。俺のブーツを噛んで穴開けやがったんだ。今頃何してんだろうな。なんか見覚えのある顔だな。本当に初めて来たのか。しばらく隠れてるよ。脱出の計画でも考えてさ。
モットのリードエンジニアだったハルデン・グレイブスは図面のライセンスにキルスイッチを隠した。残念だよ。彼はいいエンジニアだった。地球外部品を疑わしく思っていたのだろう。彼のワークステーションでライセンスをリセットするんだ。彼のオフィスはニューロモット部にある。ドクター・ユは。
います。こんにちは。計算します。スーツは危険な状態です。注意を要求します。作業終了。オペレーターが接近しています。ターが接近しています。計算します。スーツコンディションは正常です。エラーラグ送信。こんにちは。オペレーターが接近しています。
動中。通ります。隔離を突破するのはこれが初めてではない。君が行ったニューロモッド実験の際にも発生している。君とアレックスはプロジェクト中止をめぐり争った。撤退についても。しかしアレックスは状況はコントロールできると言い張ったんだ。機を同じくして君は極秘の代替計画を発動。起爆キーの製造図、映像、ジャニュアリープロトコルを隠した。君の懸念は正しかったんだ。ドクターユー。こんにちは、ドクターユー。